金曜日18時になりました。西陣180今川です。各社を回らせていただき撮影する帯一気見せ動画第2回目は今川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が番号言っていきますので、ご視聴いただいている方はもしよければコメント欄で気に入った番号をお知らせいただけると嬉しいです。はい、では早速いきましょう。楽しんでいただけるかな。1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 32 33 34 35 3637 38 39 40 ありがとうございます。はい、さて一気に見せていただきましたけど、今川さんが考える木谷田さんらしい作品をいくつかピックアップして解説していただいてもいいですか。はい、わかりました。木谷田らしい柄の解説をしたいなと思います。こちらは、お茶室の窓をモチーフにした柄になります。なのでこう窓の木枠がこうデザインされてるんですよね。はいはいはい。でそういう意味ではこう和柄だったりで、こちらになるともう、完全に創作です。モチーフも何もなしで、どうやったら木姿としてハイロービーになるのかな。お腹に回した時にこうするとシンプルなストライプだし、はい、こっちを使うとちょっと複雑なパターンになるなと。世界各国の柄をモチーフにしてるというのも一つの木型らしさかなと思います。はい、ペルシャ絨毯とかそういうモチーフの柄ですね。結構ユーラシア大陸のモチーフ、うん、特に父親なんかはアフリカの文様が好きだったんで、アフリカのこう力強さとかそういうもののデザインが、好んで作ってきた柄の一つとしてあります。あ、これアフリカの柄なんですか。こっちもあのペルシャとかそっち系の、はい、デザインですね。同じ柄の配色違いになります。全然イメージ違うように見えますね。はい、実はこちらの方ですと、有名な紬とか弊社のお召しなんかでも合うんですけど、クラシックな和の色、どっちかというとサイドがそこまで高くなくてくすました色、はいはい、とかにも、きっちり映えるような配色っていう形で作ってるシリーズになります。はい、でこちらになると、ちょっと一気にモダンな雰囲気の配色。あ、そうですね。はい、なんであの木型って色が綺麗っていうふうにおっしゃっていただくんですけど、意外に作り分けてたりする意識的に。こちらなんかですとこう濃
濃い焦げ茶地の着物なんかにも綺麗に乗ってくれるような配色、はいはい、でここまで来るともう振り切ってる、はい、そうですね、どっちかのモダンなコーディネートしたい時に上手に使ってくださいね、うん、っていう形でどっちかとこうクラシックからモダンまでを個人的には5段階ぐらいに分けて、配色を考えていってますみたいな、うんうんうん、色のイメージって、はい、最初今川さんの頭の中にあると思うんですけど、最終その帯になるまでってどういうプロセスでそうなるんですか。すごい不思議なんで聞いてみたいんですけど。まず僕たちこの縦糸を作る作業から始まるんですね。はいはいはい。でおそらくこの縦糸を作り始めてる時に、一応この縦糸が出来上がったらこんな織物を折ったらいいのになーっていうのは、考えながら作っていきます。どちらかというとそこでしっかりと考える時間があるというよりは、はい、糸をくくって作業してる時間が多分この1本このグリーンの縦糸を作るのにトータルで10時間とか、もっとあるかもしれない、ぐらいの時間あるんで、はい、その作業時間にイメージを膨らましながら作ってます、はいはいはい、先ほどイメージしてた柄が本当に乗るのかなっていうのをもう一回確認して、はい、絞り込んで見本を取ります。どんな色を入れたら柄全体のあとイメージがこう見えてくるのかみたいな形で作ってきますね、はい、一番難しいのは多分ここに入れる紫色みたいな色とかをどんな色を使うのか、はいはいはい、私たち消費者目線で言うともう最終形態しか見てないんですけど、はい、それまでにはなんかこう見本があったりとかいろいろ考えたりとかすごいステップがあるってことですね。3回ぐらい見本を取り直してようやく納得いくものが折れる場合もあるし、はい、3回見本取って諦めたことも過去に何度もあります。何百回って繰り返してるから、はい、だんだんこう失敗が少なくなる。でも新しいチャレンジができなくなる可能性もあるから、どんどんともう縦色から今までやったことない色を染めると次の新しいチャレンジが発生する、はい、みたいな感じで、配色は作っていってますね、はい、はい、勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はカラフルな帯をたくさん見せていただきましたけれども、カラフルな帯に合うイロフさんの帯締めというのがあります。ちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、こちらが、着物イロフで提案している帯締めになります。こんだけ色あったら何人でも合わせられそうな感じしますね。一色で組むんじゃなくてちょっと複数色入れることで単色ではできない発色を主体している帯締めを作ろうというテーマで、作っています、はい、N180 ショップではじゃじゃーんということでオリジナルです。180ショップ用のオリジナルになります。着物色で作っている帯締めには、このラメとか金糸入りみたいな、帯締めはないんですけど、180ショップで作ってるものに関しては、ね、大場くんや安田くんの帯にも似合うようにっていう風なテーマで考えた時にちょっと光っててもいいのかなという形で白と銀紙を使って、オフホワイトで使えるっていうふうなことをイメージした帯締めをご紹介しているので、皆さんよかったら180のネットショップもぜひご覧になってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今川でした。帯一気見せ動画は、トリガー安田くんになります。僕も楽しみにしてるので皆さんも楽しみにしていてくださいね。以上、京都西陣から西陣180今川でした。また来週。